違いない。はい、どうもゴリスポです。今日は久しぶりにボビーに来てます。そしてアトモさんの CB1300 だっけ。はい、走行距離が8万キロ見えない。はい、そんな感じですね。で、ヘルメットが新井のなんだっけ VZ ラム。はい、いいなって、やっぱ新井のヘルメットっていいなって思う。そんな感じでアトモさんはお帰りになるそうです。そして首マウントですね。珍しい、首マウントしてる人は珍しいと思う。そんな感じで今からボビーでハンバーガーを食べたいと思います。それではアトモさんお帰りになるそうで、お気をつけて。はい、どうも。 CB1300 久しぶりに見た。これまだ張ってんだよく持ってんなこれ。じゃあお気をつけて。はーい、アトモさんでした。はい、名前は忘れましたが超浸水ですね。そして一度かけたらもう癖になるドクロソース、これをかけたいと思います。はい、ドクロソースですね。はまろやかに映ってる、映ってるよ。まろやかにブレンドされてるのでものすごいドバドバかけましたが、ちょっと辛いぐらいです。そしてあんまりいい表現ではないんですが、このハンバーガーもはや麻薬クラスだと思いますそういうレベル。いや、リピーター半端じゃないです。本当に売り切れ あるんで、まあ、お昼には来たいですね。2時3時だったら、まあ、アウトになっちゃうかな、もしかしたらなくなっちゃうから2時でなくなる。そう思ってもらっていいです。そして、初めてのコーンスープちょっといただきます。今 B さんいたんでちょっと話してたらコーンスープ冷めてしまいましたあとはこれですね、チーズケーキ。はい、これがビビるほどうまい、絶対ですね。はい、チカさんが愛情込めて作ってるらしい、手作りです。はい、前回撮ってないんですけどこれ食った時ビビるほど美味しかったって感じ。全てが麻薬です。以上です。お客さんのヘルメットですね、撮影許可 OK です。シンプソンのカーボンヘルメットですね。ネットで8万ちょっとで買ったらしいです。シンプソンでカーボンヘルメットがあるとは思いませんでした。そして、実際これ持ってみてって言われてさっき持ったんですけど、マジで軽いと思いました。新井のヘルメットのジェットと同じぐらいの重さかなって感じ。なのでとにかく軽い、いいなって。もう自分のカーボンメットのもうあれですね、もう全然比べ物にならないですね。ちなみにハーレーダビッドソンのロゴがついてますが、これは後から自分で、貼り付けたそうです。そんな感じで48、ビッグツイン、ビッグツイン以上でした。あ、マーチンさん、はい、お久しぶりです。はい、バイク変わりましたね。変わりましたね。はい、前のハーレー先に売っちゃって、スプリンガーが欲しくて探してたら、金に困って、そうそう、売りさばいたんですよ。で、今おけんけんさんすぐそこにいます。はい、はい、おけんけんさんがこれ緩んでんじゃねえかっつって今締め直しですね。締め直してます。はい、あちこち緩んでますねこれね。あっという間に緩む。はい。さっきナンバープレートの後ろのね、ナンバープレートのネジも緩んでましたね。緩んでましたね。はい、だから絶対にネジロック材は必要。ハーレーイコールネジロック。はい、ネジロック。本当なくなるよパーツ。ね、本当ね。これ危ないです。危ないですね。ネジロックはつけましょうね、皆さん。よかったね、おけんけんさんちゃんと持ってて。あ、そうだ。ちなみにおけんけんさん最近動画出してないじゃないですか。ちょっと俺心配してたんですけど。バレました。はい。おけんけんさんなんか しばらくあれ動画出てねえなって思って、逆に心配してたけど、本人曰く別に何もないらしいです。はい。あ、じゃあ、強いて言えば、糖尿病で。あ、そうなの？あ、マジで、マジか。あ、だから痩せたのね。痩せました。17キロです、ね。ああ、なるほど。チカさんがなんか糖質制限始めたって、チカさんも痩せててびっくりした。本当米食ってないのよ。
あ、そうなんだ。米食ってないの。でもまだ入り口みたいなもんでしょ。あのほら、イリスリンかなんかとか。糖尿マジでやばかったの。ま、そうなの？いきなり。あ、そうなんだ。その時って何？ボビーはやってなかった。頑張って。あ、そうなんだ。そこはもう。なるほどね。はい。そんなわけで、ちょっと糖尿病にはなっちゃったけど、元気だぞって。糖尿病には気をつけようね。はい、気をつけましょう。コカ・コーラ飲んでる場合じゃなかったですね、自分もね。また来週。はい、また来週。来週？来週。いや、そんなに頻繁に来らんない。今、一生懸命ね、高見さんも手伝ってます。ね、なんかミラーがくる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 。ずれんなと思ったらさ、うん、もう本当晴れ。積んでなかったな、確かな。マッチーさん、これあの見せちゃっていいんですか、これ。これですか。あのこれはダメです。え、何何何。ちょっとダメ、ね、愛人の。ああ、まあ、まず、はい、はい。ナンバーはいいですけど。ナンバーはいいの？ナンバーいいんだったらナンバー移しちゃ逆に。だってこのネジがもう手で。動いちゃうレベルでしたから。そう、ダメですよ。うん。で、そう、ここに来る前に一回閉めたのに、うん、来る間にまた緩んじゃった。この小汚いナンバーね。そう、これね。これね。なんで汚いかっていうと、一、うん、回落とした、ええ、折れました。こう、ステーが。折れたんだ。まあ、ここじゃないけどね。ハーレーは緩む。折れる。折れる。はい。そして、でここに引っかかった。引っかかった。これ、なんて言うんだっけ、なんだっけ、グレーミンなんだっけ。いや、このこれ存在なんて、プーリーじゃなくて、あ、プーリー、これプーリーにもちゃんと彫刻されてるのがすげえなって思った。リアホイールも彫刻ですね。すげえなって思う。あの彫刻刀でね。そうですね。おけんけんさんがね、パパパパパって DIY です。 DIY 彫刻の森美術館。すげえ。はい。マーチンさんが買えるそうです。7.5 キロじゃない、7.5 リッター？ 5 リッターつけて。このチビタンク。そう。で、これ予備タン、予備タン、ね。うん、予備タンね。そう。リッター入ってるから。こっちから取ればよかったかな、あっち行って。でもこれ結構いいよね、この予備タン。かっこいいよね。ステンレスで。1リッター？ 2 リッター。あ、2リッターね。でも結局、いやー、でも、ロングは絶対無理だよね。うん、そしてモーターステージかなのマフラー、これが異常にいい音します。マーティンさん、またね。煙出てる。煙出てる。煙出てる。あれ？エンストした？やっぱ温めない。うん、温めない。はい、B さんもお帰りになるそうです。B さん、あ、自分これ48って言ったら B さんに怒られました。確かにね、あの、タンクが大きいんで48ではございません。そして珍しいもの。このパーツは俺知ってましたが、つけてるのは初めて見ました、うん、このパーツとね。はい。そして反対側、そうこれついてるの初めて見ました。存在は知ってます。そしてこれですね、これいいかもしんない、うん、六角ボルト1本で、だなんだ、ただここに車体番号があるんで車検は通んないらしいです。これを通らない限りは。はい、そんな感じです。ヘイバイバイ。まあそんなわけで、自分もおけんけんさんもちょうどいるからね。また来週。大丈夫大丈夫。来週？あ、来週違う。
はい。はい、高見さん運転で、帰ってきました、ボビーから。そして本日高見さんに12万2500円、板金代ですね。はい、12万2500円、現金ですね、こちらをお支払いしました、はい、ゴリはお正月元旦に自分の車運転でゴリアニの車、ぶつけてしまいました。そして高見さんに電話して、高見さんの知り合いの板金屋さん、はい、自分が運転でぶつけた相手が兄貴、これちょっと保険的になんか問題ありそうなんで保険は、使えませんでした、現金で、こんだけの金額あれば、あれですね、なんだっけ、保険受けられるし、インジェクションチューニングできただろうし、だから本当にいろいろ、そう、でもね、こういうことがなかったら今日ボビーに行ってなかったかもしれないね。そうなんです、本当に。本当に気をつけた方がいいですね。はい。はい。そんなわけで12万2500円、ゴリは普通に何も得るものなく、減っていきました。でもバイクの車検代の枠はまだまだ残っているので、それは関係ないです。それでは高見さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。